HG デイジーオーカです。活躍すること間違いないね、うん、間違いない。これね、主人公機だよ。わー、かなたくん新作プラモデル開封レビュー。まといです。エリカです。私たちリンクルプラネットです。リンクルプラネット公式 YouTube チャンネルではバンダイスピリッツプラモデルの新商品開封動画を毎月アップしています。チャンネル登録とベルマークの登録をお願いいたします。お願いします。さて今回紹介するのはこちら、どん、7月10日より放送開始の新アニメ、シンデュアリティノワールに登場する HG デイジーオーガです。アニメシンデュアリティノワールはテレビ東京系6局ネット、BS 日テレ他にて2023年7月10日深夜24時より放送です。ディズニープラスで7月10日より24時半から独占配信いたします。わー、もうすぐ始まるね。うん、始まる。ここで CM 映像を入手したのでご覧ください。どうぞ。寝てる、はい、私はノワールです。もっと強くなる、ノワールにふさわしいドリフターになってみせる、うん、いかなる時においてもエンダーズの脅威から人々を守る、それがドリフターの流儀なの。めっちゃ迫力ある、ね、アイドル、私の歌を好き、すげえ、わー、少女の私に回避行動は彼方に任せます。了解。なんか、やば、すごい。シンデュアリティノワール7月10日放送開始。どういうこと？すげー、すごい。なんかさ、あの戦うシーンが全部迫力あるし、ね、スピード感やばくない？そうそうそう、こうなってるやつが、人がさ、すごいボス感がすごい、ドン、やばい、やばかった。存在感、なんか一人一人の存在感がすごいやばいし、記憶を失ったメイガス、ノワールって書いてたやん。書いてあった。メイガスとは、メガスとは、めっちゃ気になる。アイドルもいたし、そう、アイドルいたし、アイドルがどう繋がってくるのかっていうのが、ね、すごいかっこよかった。なんか放送超楽しみになってきました。改めて今回ご紹介するデイジーオーガは、人と AI のすれ違いをテーマに挑む新規 SF プロジェクトシンデュアリティから、アニメシンデュアリティノワールの主人公カナタが登場する機体で最速立体化となりました。活躍すること間違いないね、うん、間違いない。これね、主人公機だよ。じゃあちょっと早速開けちゃう。開けちゃう、開けちゃう、開けちゃいたい。じゃあ下持つね。はい、じゃあ目持ちます。せーの、ご開帳。ランナーを並べてみました。はい、あゆりちゃん気になったところある？これですよ。いやー、カナタとノワールのフィギュアがついてます。下半身上半身で分かれてるのかな。あ、なるほどね。あ、すごい、一体でこうやってついてんじゃなくて、うんうんうん、これも組み立てるっていう、うんうん、ね、組み立てたやつがこちらです。あー、なんか大きいね。というわけでちょっといろいろ触って見ていきたいんですけど、はい、うん、CM でも上からポンってのって、うわ、すごい、スライド、わー、スライドオープンだよ。スライドできる、いるよ中に。え、いくよ。ほんとだ。わー、 あー、かなたくん、かなたくんだね、乗ってる。わー、すごい、すごい、わかりますか？いる、すごい。ここ開けるよ。開けて、いきます。皆さん注目してください。パッカン、わー、こんにちは、こんにちはこんにちは、かわいい、すごい。これすごくない？うん、あとさ、気になったのがこの、はいはいはい、これ、これわかる、これなんだろう、チェーンソーみたいな、チェーンパーツ。これこう動いてたじゃん。そう動いてた。でこれがこの、これってことやんね。後ろからボワーって。あ、そう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 、伸ばせるよ、ちょっとこうやって。あ、すごい、あ、伸びて、すごい、腰めっちゃ、腰も動く、腕動くね、腕も動く、めっちゃ動くじゃん。このパッケージもさ、ちょっと注目したいんやけど、うん、これちょっとなんか今までのプラモの箱でちょっと若干違う、うん、ポップな可愛らしい感じの、ね、うん、ここのこのちっちゃい本箱も可愛いよ。いいね。この背景の色もさ、可愛さ引き立ててる。わかるわかるわかる。でもこの機体よりも目立ってないから、そうそうそう、なんかこの機体を目立たせる感じのデザインが、うん、私はめっちゃ好き。いい感じ。はい、今回は HG デイジーオーガを開封してみました。えいちゃん、どうやった？
いやなんか物語だとすごいこの機体が戦ってるシーンとか多かったじゃん、その CM では。多かった。めっちゃかっこよかったんだけど、組み立てたやつを見るとポップな感じで、物語で争うことがあってもすごい緩和させてくれる機体になりそうだなって思って。わかるかも。どういう構造になってるかがめっちゃ気になるし、なんかデザイン性あふれてるから絶対作るん新鮮で、楽しい気持ちで作れると思う。そしてデイジーオーガの他にも8月には HG ギルボーやフィギュアライズスタンダードノワールの発売が予定されてます。めっちゃ楽しみだね。やばい。アニメ新デュアリティノワールはテレビ東京系6局ネット BS 日テレ他にて2023年7月10日深夜24時より放送となります。またディズニープラスで7月10日より24時半から独占配信します。はい、もうすぐだ ね7月10日なんて、ね、もうすぐだ。楽しみ。見なきゃ、ね、今回の動画はここまでです。この動画がいいと思った方はグッドボタンと私たちとリンクした証チャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。お願いします。次回もまた見てください。それではまたね。